ね。寒いですね。いろいろね、動画のコメントが、はい、ね、まあ、スイングの技術に関して、もうみんな。それはもう疑問だらけ、このやり方は疑問だらけなんで、一つ一つこう回答していきたいなと思ってます。はい、はい、ちょっと。山本道場の人はみんなインサイドに引きずりちゃうかという論争が起こってます。インサイドって分かります？分かりませんいや、これ実はね、インサイドっていうのはまあこう、なんていうかな、ゴルフの用語でぐっとこう内側に入っていくんですけど、ここでもはっきりインサイドの定義、これがちょっと微妙に違うかも分かりません。何しろ他のスイング理論のことはもう研究するのはやめたんで、今はどうか知りませんけど、山本道場の定義としては、構えてください、テイクバックしてください、はい、自分のこの体のポジション関係なしです。自分の手のポジションよりもクラブヘッドがこう入った場合、これインサイドです、この状態でヘッドの方が前にある、もしくはスイングというのは連続の動きですから、実際こういってハンドでパッと後ろに行ってしまったとしても、この動きの中で起こるものはインサイドとは言いません。実際のイメージでぐっとこうしてます。ちょうど手の、これよりもこういかない、実際の動きでぐっとこういってこうなってても、体の全体のタイミングがこう引っ張って下ろしてくるようなタイミングになってなかったら、インサイドとは判定しません。まあ、インサイドにグッと引きすぎると次こうアウトサイドから切ってしまう。これを防ぐためには原因は何だと。ただこうインサイドに引きすぎるとこうなるということから心配してくれてると思うんですけど、そうなんです。山本道場では引っ張り下ろさないので、インサイドと言われるこのだいぶ内側に引いたとしても、その動きじゃなかったらクラブを押すことが、ボールを押すことができないので、だから大丈夫なんです。はい、じゃあ打ってもらいましょう。こっちへの意識、ボールをこう打つときにやっぱりこっちへの意識をやってしまうと、体がこっちに流れてしまうんです。寒いからしっかりですね。さてこれね、ずっと魚突きドリルをやっていくとですね、どうしても起こってしまうことがあって、正面にグッとついていきます。その時にオーストラリア編でもリツキ選手に言ってましたが、この右腰をこうやって前出す。そうすると、まあ、回転が起こってしまうんです。回転はいりません。こういったらこうではない、こういったらもうこういう地面反力の反動でこういう感じだ。これあなたまたこうなりやすい。はい、じゃあちょっと軽くね、こう構えない。あなたもういつももうつき満々でこうリラックスしといて、この状態でまだ手は何もしないで、足がストンと腰を落としたタイミングで、足から抜いて、はい、リラックス、はい、そう、はい、そう、はい、ね、足見てるんですよ。手でやったらタイミングが合わない。だから僕はもうこっちは見ないで、足のタイミングに、あ、今手が来ました。はい、そう、はい、手が速い、合うてないやろ、はい、はい、そう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 、はい、そう、はい、そう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 、はい、そうそう、ああ、よくなりましたね。ゆっくりの方がいいんです。何でもね、もう早くしよう早くしようと思わない。ゆっくりの方がいいんです。こうなりましたね、今のなんかは解説すると、テイクバックの時からシュッとこう流れてるんです。だから必ず手は伸ばさないで、体のこう近くにあるような感じ。こう離れてるとどうしてこうなってしまう。スイング中も手はもうずっと体のこう突くんでこうビャーンとこう突くんじゃなくて、ここでここで OK。 あとそうなんかこうボールに対してとか当たった時どんな感じですか？それでボールをちゃんと捉えられたと。長いこと当たってる。はあ、そうなんですよね。長いこと当たる感じは皆さんも絶対すると思う。で、一つ、私から表現を加えさせてもらうと、特にボール重いです。なんか本当にいいショットの時って鉛玉打ったみたいな、まあ、明らかにずしっとくるような感覚があります。でドライバーに関しても本当にいい当たりの時はもうフェースを突き破って中に入ったん違うかっていうような、感じがありますね。はい。OK。だからヘッドスピード、スイングスピード、これをなんとか上げようとかいう意識はもう一切いりません。あとね、皆さんよく言う。ゴルフのスイングの中でチェックするときによく言うフィニッシュ、私から見て五木選手の場合まだちょっとフィニッシュが行き過ぎ、私の考えではこのエネルギーがバシッとボールに伝えることができたらもうここで終わっていいと思ってる。ボールを打つということはエネルギーの受け渡し、自分がパワーを生み出したそのパワーをボールに、受け渡したらあとはもうそこでもう止まるという、こうヘッドスピード上げてパーッといってそのスピードにビャシャーッといくのではないです。ですからちょっとこうまだやっぱりこうフィニッシュが大きい時は受け渡しきれてないと思いますね。はい、これいいですね。いつも山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきましてありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら Twitter、Instagram をやってますので登録の方よろしくお願いします。